はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、国を晴らす男、国晴です。ですね、個人献金の方、本当皆様ありがとうございます。まだまだ、政治活動の選択肢が限られて、しまっている状態なのです。まだね、引き続きよろしくお願いいたします。ただ、おかげさまで、ちょっとね、そのチラシとか、だんだん目処はついてきたんですが、まだまだというところでちょっとお願いします。はい。それから、辻立ち等々ですね、あるいは、個別を、ご挨拶とか、まあ、いろいろやってるんですけれども、本当にね、今日はね、郷の瀬交差点で、7時から8時半、こちらね、あと、上町2丁目交差点で17時45分から18時45分。ね、夕方ちょっとね、やったんですけども、本当にね、夕方は結構朝よりは、なんていうのかな、ちょっと心が、ゆとりがある。まあ、それはみんなそうですよね。仕事が終わって。本当お疲れ様と、いうことで、素敵な夜をお過ごしくださいということでね、まあ、お元気を遅れてたらいいなというふうに思いますし、結構ね、手振ってくれる方とか、あとは、ね、本当増えてきたような感じがしていて、はい。もう本当に、ついついこう乗ってしまうんですよね。はい。で、なんか北海道ね、これもうちょっと弱くなってきてるけどって言って渡してくれたりとか、そういう本当高知のあったかさっていうのをね、すごい感じながら、やっております。ありがとうございます。そしてですね、まあ、講演会の方も、もちろん参政党もそうなんですけど、講演会の方もですね、荒牧区にある講演会の方も、どんどんですね、チラシのポスティングとか、あ、やるよって言ってくれる方が本当増えてきて、チラシをね、取りに来てくれたりとか、上町2丁目でも取りに来てくれたんですけども、本当に感謝しております。ありがとうございます。この輪をね、どんどん参政党もそうだし、荒牧区にある講演会もそうだし、同じようにね、参政党で、決意を固めてくれた、野村栄一さんもそうですし、ね、その周りの方々もそうですし、その輪をね、このオレンジ、そして橙色のね、この輪を、旋風を巻き起こしたいというふうに思っております。ありがとうございます。そういうことで、ありまして、まあ、大体ですね、明日は、土曜日ということで、あ、土曜日かくる忘れた。土曜日はですね、仮前橋交差点で17時から17時45分、こちらで、街頭ご挨拶、あるいは演説ということで、やりますので、ぜひ皆様、お越しください。旗をね、もう、早、オレンジロード、橙ロードができてましたので、もっともっとね、四隅埋め尽くすようなぐらいに。やっていきたいと思っております。はい。それで、日曜日は、毎度ですけれども、17時から、帯パラ前ですね。帯屋町、帯パラ前で、こちらも、参政党と荒牧区にある講演会の街頭、合同凱旋ということでやっております。ありがとうございます。はい。ということでね、まあ、大体ね、土日をちょっと書くの忘れちゃったんですけど、すいませんね、ホワイトボードがちょっとなくて、月から金はもうこれで固定しようと、固定しました。はい。なので、この時に、ぜひですね、いらっしゃっていただければと思います。まあ、この YouTube 見てですね、ポスティング手伝うよとかですね、あるいはその、まあ、そういう朝とか夕方に、一緒に旗持ったり、あるいはチラシ配るとかね、やってくれる方は、ぜひ、荒牧区にある講演会というか、私のホームページ、あるいはメールアドレスから、SNS でもいいんですけど、ご連絡いただければと思います。はい。ホームページには、携帯電話も、事務所の携帯電話も書いてありますので、はい。そちらにかけていただくのが一番、いいかと思います。はい。ということで、皆さんもね、素敵な一日をお過ごしください。今日は BGM で。はい。はるか長い道を歩いた今、ここまでたどり着いた冷たく
強い風が吹いても共に乗り越えてきた雪は溶け始め清らかに流れてく暖かな春の日差しを浴びて花開く夢桜空高く咲き誇る花びら風に舞い上がる桜大空を駆け巡る遥か遠くまではい、僕のオリジナル曲の桜でした。はい、ということで皆さん素敵な一日をお過ごしください。失礼します。